イギリスで唯一天然温泉に入れるバーススパでございます。ただしロックダウン中ずっとここに入ることを待っていたブリティッシュそして旅行者たちがですね殺到していまして、夜のディナー付きのコースに関しては10月まで埋まっているということで、大変な人気なんですね。これまででしたら予約しないでも並んで入ることができたんですけど、今は予約なしでは入ることができません。さて、私も急遽の、はい、今日はテルマエの日です。イギリスで唯一天然温泉が湧き出ている場所、それがこのバースです。約2000年前のローマ人がここを支配していた時にここから温泉が湧いていることを見つけてですね、テルマエを作ったということです。なんと源泉はちょうど45度で最高の温度なんですけど、悲しいことにイギリス人をはじめとしてヨーロッパの方々は熱いお湯が苦手ということで、水を加えられて、さらに法律のルール上ですね、消毒を加えられて、そしてスパとして、一般に公開されているのがこのバーススパでございます。まあ、2000年前のお風呂テルマエを体験できるということで、まあ、残念ながらですね、ミストサウナとか2種類のサウナを、まあ、コロナの影響で入ることはできないんですけれども、室内とそして、露天のお風呂に入ることができるということで、これから行きたいと思います。いやー、それではですね、私の場合は2時間コースで、35ポンドですかね。さあ、旅行者の方々も並んでスタンバイしてますね。入り始めましたんで行ってみたいと思います。イギリスで温泉どんなもんなんでしょうか。行ってみましょう。テルマエバススパ、いやー、ほんと気持ちよかったです。残念ながら撮影はNG ということで、許可されていないので、残念ながら屋上からの景色と温泉の様子は撮ることができなかったんですけども、まあ、テルマエの世界を堪能しましたね。やっぱ日本で入る温泉とヨーロッパの街並みを背景にしながら入る温泉っていうのは全く違いますね。いや、これでね、屋上スペース、まあ、みんな裸じゃないんでね、水着なんでね、撮影がダメっていうのはなかなか厳しいですけど、これで撮影も OK だったら、まあ、かなりね、若者も結構もさらに来るんじゃないかなと思いますけどね。いやー、テルマエバススパおすすめです。2000年前に実際にあったローマ人が掘った温泉跡ですね。すごい、テルマエや、完全にテルマエですね。歴代の王たちが温泉を見下ろしています。
いや国は違えどね、みんな温泉が大好きですね。見たいですけどね、お湯に禁止されてるので触れません。以前は足とかね入れることができたそうですけど、まあ、コロナの影響なのか今はダメですね。いやもうびっくりするのは、古代ローマ人がスイミング用の浴場と、あとはジャグジーのようなミストサウナのような場所と、そして大浴場、更衣室もあって、温泉先進国の日本人の私もびっくりですよ。テルマエのレベルの高さ。当時天然温泉で加温が必要でない、このような大規模の浴場はなかったそうですね。奴隷が火起こしをしてお湯を沸かしたりとかローマ帝国ではしてたそうで、ここは汲み上げて45度ぐらいの温泉が出てたということで、いやもうバースワールドクラスにすごい温泉地だったんですね。保存もローマ帝国内でも一番よく保存されているテルマエだそうで、規模もまた保存状態も最高のテルマエがここバースのテルマエです。入りたいな。なんと冷水浴をする用の浴槽です、これ。しかも丘の上から天然水を引いてたみたいで、お風呂へのこだわりが半端ないですね、ローマ人。お風呂レベル高すぎでしょ。めちゃくちゃ共感できるわ。ローマ人のお風呂好き半端ないっすね。見ましょう。あったか、あったかい。いやすごい、わ、鉄の鉄臭い。これは天然温泉の匂いだ。あったか、いやこれすごい。浴槽に入って多分それから汚れて日が経って汚れてる感じですけど、これこのまま循環させれば普通に入れる温度ですね。うわ、あ、ちょっと色がついた。ちょっと鉄っぽいですね。これは驚き。触ったり飲んだりしてそのする安全はありませんっていう感じで書いてますね、注意書きで。いやでもね、鳩が飲んでたんで多分悪いくはないと思うんですけど、さすがに飲みませんけどね。でももう源泉を触った手がちょっとスベスベしてますから、いやもうね、
あの変な消毒液とか入れないで、これそのまま入りたいですね。いや、すごい効能あるんじゃないかな。これはすごい。おお、飲んでる。鳩たちは分かってますね。溜まってる水は飲みませんけど、流れてるお湯は飲んでますね。いやー、これね、結構綺麗だからな。いや、驚きですよ。イギリスで唯一ここだけらしいですし、いやー、ほんと源泉 100% かけ流しに入ってみたい。いやー、温泉の文化の違いがねあるんで、それは叶いませんけど、これは驚き。ザ・ローマンバス、いや、満足度はかなりありましたね。もう昔使われていた、今はもうお湯も出てないんじゃないかなと思ってましたし、まあ、ちょっと浴槽跡を見るだけで終わるのかなと思ったら、まあ、かなりこう順路が長くてですね、当時の遺跡も見れたりとか、当時の構造も結構形として残っていて、まあ、臨場感がありましたし、まあ、やっぱり最後はお湯を触れたっていうのはでかいですね。お湯の温かさ、温泉という共通点で海外のね、また古代のローマ人と共感できたっていう、なんかこう感じるものがありましたね。温泉のね、素晴らしさがわかる、日本で生まれてよかった。いやー、本当にね、ここを日本人が管理してたら、多分源泉かけ流しでね入れる作りもやったでしょうけどね。まあ、古代遺跡の保存ということもあるので、まあ、それは簡単ではないと思うんですけどね。2000年前の温泉、今も絶え間なく湧き出しているということで、いやー、もうロマンがありましたよ。ザ・ローマンバス、おすすめです。